トマス・ア・ケンピス、トマス・ア・ケンピスは、中世の神秘思想家。彼の表した、新人書、キリストに倣いては、聖書に次いで最も読まれた本であるとさえ言われる。トマスは、ドイツのケルン北西、ケンペンで1379年に生まれ、オランダのアムステルダムの北東、ズーレで1471年7月25日に、没した。 彼は小さな金槌という意味のヘメルケンあるいはヘメルラインとも呼ばれていた。1395年に共同生活兄弟団の主催する学校に入り、社辞制として優れた技能を示した。後にズーレに近いセイアウグスチの修道会の修道院に入会を許された。そこでは兄のヨハネスが院長職を務めていた。 トマスは1413年に司祭に除解され、1429年に副院長となった。当時、修道院は、ユトレヒト司教が教皇に認可されないという紛争の煽りを受けて混乱していた。これがなければトマスは、一生を写本と木想で過ごす、静かな修道生活に終始しただろう。トマスは、生涯に少なくとも4度聖書の完全な写本を完成させている。 そのうちの一つは、ダルムシュタットに五感組で保管されている。こうして、聖書の教えに熟知したことが、後の著作で聖書を自在に引用することで生きてくるのである。トマスは神秘思想家のグループに属していた。彼らは、当時のヨーロッパにおいて、スイスからオランダの広い地域に分布しており、同時にトマスは共同生活兄弟団の創立者、ヘイルト・フローテに浸水していた。 トマスの著作は、霊的生活に関するものであり、書簡、説教、セールドビクの生涯、ヘイルとフローテと創立者たちの伝記などを含んでいる。そして何と言っても有名な、キリストにならいては、木想と祈りを通して、神に至る道を説く著作で、当時盛んだった、デボツェオ・モデルナの精神を最もよく表現した著作と言われている。著者については、 確定を見ていないが、おそらくトマスであると言われている。キリストにならいては出版以来、世界の各国語に訳され、日本では早くも1596年に、コンテムツス、ムンジというタイトルで日本語訳が出版されている。ありがとうございます。